現代の動物をその身体構造のありようで分類したならば、それぞれが異なるボディプランを持つということになる。ボディプランとは、ある動物門の多くの種類で共通する一連の形態的特徴を指し、生物を境、門、綱とピラミッド上に分類するにあたり、第一に着目される要点となる。例えば脊椎を持つボディプランは、 様々なボディプランのうちの一例であり、むしろ無脊椎のボディプランが多くの門で見られる。通常は動物で使われる、この用語は対称性、配慮、大切性、死、内臓の配置といった側面を包含する青写真に相当する。進化発生生物学は様々なボディプランの起源を説明しようとするものである。もろもろのボディプランは カンブリア爆発のひらめきのうちに発展したと歴史的には考えられてきており、動物の進化に関するより繊細な理解によると、古生代初期を通じて、もろもろのボディプランの前進的発展があったと示唆されている。ボディプラン構成の進化学的制約がファイロディピック段階と呼ばれる現象のような肺発生における発生学的制約の存在を説明できるのかという探求が、 近年の動物と植物の研究において始まっている。動物学の草分けの中でも、リンネは、脊椎動物以外で2種のボディプランを同定した。キュビエは3種同定した。ヘッケルは4種、さらに原生生物で8種、計12種を同定した。比較すると、現代の動物学者によって認められたものの数は36である。スウェーデンの植物学者、カール・フォン・ディンネは、 自然の体系において、動物を、四足動物、鳥類、両生類、トカゲと、ヘビ、魚類、昆虫、虫に分類した。最後のベルメスは、実質的には、他のグループに入らないものをすべて収めたもので、サナダムシ、ミミズと、ヒルだけでなく、軟体動物、ウニとヒトで、クラゲ、ツツイカと、コウイカも含まれた。植物、原生生物、 動物の三つの枝を示したヘッケルの生物の探検当図。一般形態学より、フランスの動物学者ジョルジュ・キュビエは動物界で比較解剖学と古生物学の知見を融合させ、動物界を四つのボディプランで分類した。また、中枢神経系を循環器系や消化器系といった他のすべてを制御する、主たる、機関系とみなした。キュビエは、 以下の4つのボディプランを示した。脳と脊髄を持つ神経繊維に接続したもろもろの器官を持つ食道の下の2つの神経節を伴う一体と接続する腹側を縦に走る神経束を持つ明確には見分けられない散在神経系を持つこれらのボディプランに従って動物を分類するとバーテブラッツ、マリスクス、アーティキュレート、ラジアタの4つとなった。 エルンスト・ヘッケルは一般形態学においてすべての生物は単形統群であり、植物、原生生物、動物へ分化したものだと主張した。ヘッケルは原生生物をモニアーズ、プロトプラス、フラジュレーツ、ダイエタムズ、ミキシミシーツ、ミキシ,シストズ、ダイゼポッツ、スポンジズに分類した。また動物をそれぞれのボディプランに応じて分類し、 それらの門に名前を付けた。具体的には、シレンテレーツ、イキナドゥームズ、アーティキュレーツ、マディスクス、バーテブラッツとした。この説をスティーブン・ジェイ・グールドは発展させ、異なった複数の門は、バウプランという観点から説明しうると、それらの普遍性を例解しながら主張した。しかし後に彼はそれを取り下げ、断続平行説を取った。のボディプランのうちは、 カンブリア期のカンブリア爆発で生まれた。しかし多くのものすべてのボディプランが出揃うのはかなり後になってからで、個性大もしくはそれ以降となる。現在見られるボディプランの種類は、生物が持ちうるすべてのパターンには遥かに及ばない。例えば先カンブリア時代のエディアカラ生物群は、無関係な現代の分類群の全体的な編成がよく似ているにせよ、現存する生物で見られる。 いかなるボディプランとも異なるいくつかのボディプランを持っていた。かようにして、カンブリア爆発はそれ以前の様々なボディプランを、大なりこなり完全に置き換えたものと見られる。遺伝子、肺・発生過程は、それぞれが組み合わさり、形態形成に関わる複雑な切り替えプロセスを通じて、生体の姿を決定づける。鍵遺伝子がモルフォゲンを産生する連鎖的過程を通じて、 遺伝子がいかに体の構造的特徴の発生を制御しているかを発生生物学者らは理解しようとしている。重要な発見の一つが一連のホメオボックス遺伝子の存在で、これは動物の基本的なボディプランを決定づけるスイッチとして働く。ホメオボックス遺伝子は症状場へと人のような異なった死の間でもかなりの共通点があり、 ミミズのような虫や症状場への体の基本的な分節パターンは人の分節化された脊柱の起源となっている。形態学の遺伝的側面を詳細に研究する動物の進化発生生物学は急速に発展しており、かなり詳細なところまで発生の遺伝学的連鎖反応が多く判明し、特に症状場へでの研究が進んでいる。ありがとうございます。